ラブディアスはフィリピンの映画監督。フィリピン映画界の怪物的映画作家と呼ばれる。1998年、長編、セラフィン・ジェロニーもクリミネル・ナンバリオ・カンセピシンで映画監督としてデビュー。2001年に発表した4作目のボトング・ウエスト・サイドは上映時間が5時間15分に及ぶ大作であり、ガワット・ウリアン賞で作品賞。 監督賞を含む十部門で受賞を果たす。二千五年には、フィリピンのある一家の九百七十一年から八十七年までを、描いた十時間四十三分に及ぶ、エベラシアンナンイーソングパメルチョンフィリピーノを発表。その後も共に上映時間が九時間に及ぶ、ヘリマイアス、ナングアクラト、アンアラマットナンプリンセザングバイワックや、カガダナンサバンワーニングマガインカントといった大作を、 八木早に発表。2008年には上映時間が7時間30分に及ぶメランコリアが第65回ベネツィア国際映画祭のオリゾンティ部門でグランプリを受賞。翌2009年にはオムニバスの一編として制作した短編長は記憶を持たないが第22回東京国際映画祭で上映され、初めてディアスの作品が日本で紹介された。 2010年代に入り、2011年には3本の長編を、2012年には劇映画とドキュメンタリーを1本ずつ制作した。2013年、ドストエフスキーの罪と罰をモチーフにした北歴史の終わりを発表。第66回カンヌ国際映画祭のある試点部門で上映され、無関に終わったものの外して高い評価を得た。2014年、 1970年代のマルコス政権下のフィリピンの農村を舞台にした昔の始まりを発表。第67回ロカルの国際映画祭のコンペティション部門に出品され、金表賞を受賞した。ありがとうございます。